てやんでい、てやんでい。今日はね、キムチ丼をね、簡単な感じなんですけどね、豚肉とキムチをね混ぜて、それをね白飯の上に乗せるというやっていきたいと思います。まあとりあえず健康を考えて、まあもやしも入れて、じゃあ、まあまずはもやしから炒めようか。ナス、これ切ってきます。はい、ナスね。そのまま焼いてもいいんだけど、ちょっとね、俺しなしなになってる方が好きだからね、レンチンするんだよね。量を入れないとお腹いっぱいにはならないんで、かさ増しで入れます。もやしは白飯の下に敷くんで、なんか適当に塩コショウで味付けます。で、まあここまでできたら、お皿のね下の方に敷いていきます。まあ上でもいいんだけど、まあもうなんか順番的に下に敷いてる方が簡単だから。うまっ、はい、入れていきましょう。油がいっぱい出るのでね、気をつけてください。弱火で焼きます。覚えてないことをたくさんあっただろう。はい、でね、片面もいい感じになったら、はい、ここで大量のキムチをね、はい、ぶっぱしましょう。キムチの白菜もね、いい感じになったらね、まあ、水気がちょっとなくなったら OK かな。覚えてないこともたくさんあっただろう、何もな。はい、いい感じにできたら、はい、白飯を、はい、この上に熱すぎを乗せて、はい、この上に、はい、豚キムチの、せーの、いっちゃうまい。完成、豚キムチ丼。でも茄子はもう焼き目をつけるだけで OK です。茄子が大好物でね、僕。茄子は塩コショウです。焼肉のタレ、まあ、それでもいいけど、まあ、俺はマジで塩コショウが一番好きかな。あとポン酢とかもいいね。茄子はね、何にでも合う。バター醤油美味しそうだね。まあでもカロリー高くなっちゃうからな。まあこんだけ焼けたらいいかな。はい、はい、完成と。よいしょ。ナス、飲み物、はい、サラダ、豚キムチ、食べましょうか。いただきます。全然出ないんだよこれ。野菜は5人前あります。うまっ、うまっ。裾が気になる。裾ってどこ？どこ裾って？てか、あれ？俺これ表と裏逆なんだけど。さてと、ご褒美豚キムチです。うん、いきたいと思います。キムチと豚肉合わせて、うん、うめえ、うめえ。これ水が進むぞ。最高やな。うわ、このもやし、下のもやしもうまいわ。この下に野菜が入ってんだぞ。偉くね？マジで。野菜好き。好きになった。大人になってやっと。
みんな。うまい。あ、キムチ辛。あ、うめえ。うめえよ、石田のっちゃん。豚肉うま、マジで。肉界で一番うまいかもしれん。うまい。星じゃ100、3つのところを100、うん、そんぐらいはあります。辛い、思った以上に辛いわ。半分に分けてもよかったな、これ。豚キムチの割合が 80% くらいを占めてる。もやしもうまっ。辛っ。マジで辛い。あかん、腹いっぱいや。どうしよう、お腹いっぱいになってきた。半分食って、明日の朝食っていい、これみんな。ちょっとお腹いっぱい。ちょ、明日の朝ここまで食って。ここまで食って明日の朝食べる。うん。これ以上食ったら死ぬって思って。そうすれば誰も止められない。ちょっと調子乗ったわ。ナスは食うわ、でも。ナスマジで。冷蔵庫入れたら美味しくねえんだよな。明日食べよ。なんだろ。すいませんね、皆さん。途中で残しちゃって。お腹いっぱいです。でも生卵入れたから多分腐るぞ。大丈夫っしょ。お腹いっぱい。もういらねえ。明日の朝こう。いや、大丈夫だよ。発酵しろ。え、大丈夫だよ。舐めんな、お前。おい、こっちは調理師免許持ってんだぞ。俺に食で語るか。うん、大体冷やしときゃ大丈夫。あ、ほんまに腹いっぱいや。あ、お腹いっぱい。あー、もういらねえ。もういらねえな。もういらねえで。まあ、お茶碗は気が向いた時に洗いましょう、皆さん。じゃあみんな、バイバイ。